はやきゲームズです。隠しアチーブメント、隠されていないエネルギーのバックアップの達成方法を紹介したいと思います。変わった商人の向かった先への入り方、移籍機会のコアの使い道となっています。まず変わった商人のところに向かいます。霊毛山の北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って、ワープポイントの横から下を見ると空中移動ギミックがあるので、それを使って東方向の端に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと変わった商人がヒルチャールに襲われているのが見えますので、そちらに向かっていきます。近くまで来たらヒルチャールと戦っていきます。ヒルチャールを2体とも倒したら変わった商人に話しかけていきます。会話が終わると2万ムラをもらうことができ、どこかに向かっていきますので追いかけていきます。変わった商人をこの場所で助けなくても話は進みますが、2万ムラをもらえませんのでご注意ください。変わった商人が洞窟に入るので、自分も入ろうとすると見張りに止められて入ることができない状態となっています。変わった商人が向かった場所に入ります。行営層の西にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左後ろを向いて北方向の少し下にある空中ギミックを使って北方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと左奥の方に道が続いていますので、そちらに向かっていきます。道に入ったらしばらく進むと封印された宝箱が見えますので近づいていきます。遺跡騎兵がいるので戦いますが、近づくと遺跡守衛が動き出しますので一緒に戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと封印が解除されますが、宝箱の近くに光っている場所が出るので調べます。そうすると遺跡機械のコアを入手することができます。宝箱を回収したら南方向に向かって道を通って進んでいき、遺跡機械のコアを使う場所に向かいます。砲塔団のいるあたりまで来たら右下に穴が開いていますので、そこに降りていきます。下の段に遺跡守衛が座っていますので、近づいて投げ込むを選びます。遺跡機械のコアを入れるとアチーブメントを達成できます。アチーブ表示が一瞬なので達成画面を上に出しておきます。しばらくすると遺跡守衛が動き出しますので、倒したところまでカットします。遺跡守衛を倒したら北西方向にある洞窟の入り口から中に入っていきます。入ってすぐ左側に壮麗の声があるので取っていきます。洞窟の奥に進むと砲塔団が仲間を呼びに行きますが、普通の宝箱が置いてありますので取っていきます。回収したら山大王と戦っていきます。倒したところまでカットします。すべて倒すと貴重な宝箱が出てきますので取りに行きます。貴重な宝箱の左奥にある檻の中にも普通の宝箱が入っていますので、忘れずに取っておいてください。宝箱を回収したらもう一つの檻の中に変わった商人がいますので話しかけていきます。会話が終わると変わった商人はどこかに行き、その後は何も起こらないのですが、また会う機会が合うと言っていますので、今後のアプデで何かが起こるかもしれません。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、ホヤラボも見ていただけると嬉しいです。